こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2020年に僕がですね楽天で買ったアイテムの中で特に良かったものをですね5つ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。今年もですね残るところあと数日になったわけなんですが、本当にいろんなものを買ってきたわけですね。僕はですね結構通販が好きで、いろんなサイトを使って買い物をするんですが、例えば服であったら ZOZO で買い物をすることもありますし、あとは皆さんにとっても身近な存在である Amazon ですとか、まあここでもですねいろんな買い物をするわけですね。その中でも結構ですね僕は楽天をヘビーに使ってるんですね。というのも僕はですね楽天カードも所有していますし、最近はスマホもですねソフトバンクから楽天に乗り換えたんですね。まだまだ楽天モバイルにはですね僕自身慣れてない部分があるんですが、それでも大幅にですね毎月のスマホ代が下がったので、結構ですね僕自身楽天にはお世話になってるんですね。そんな楽天フリークである僕がですね今年もいろんなものを楽天で買い物したわけなんですが、その中でもですね僕の生活を大きく変えるようなすごく良かったものをですね今回は皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています。それでは早速ですね一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思うんですが、それがですねこちらになりますね。なんだかわかりますかね。こちらはですねハンガーになります。ブランドはですねこちらに書いてあるんですが、マイネッティというところになるんですが、このマイネッティのハンガーはですね今年何本買ったのかな、合計で10本ぐらい購入をしました。もともとですねこのハンガーはずっと使っていたんですが、今年はですね割とステイホームで家にいる機会も多かったですよね。そうなるとクローゼットの中を改めて見直す機会が多かったんですが、まあそんな時にですねこういったハンガーも改めて新調しようということで、マイネッティのハンガーをですね楽天でまとめて5本購入しまして、それをですね2回リピートしましたので合計で10本こちらのハンガーを購入しました。まあ特にですねこのハンガーというのはジャケットだとかコートだとかそういったアウター類に使うことが多いんですね。よくやりがちなのはクリーニングに出した時についてくるハンガーをそのまま使っていたりだとか、まあアパレルでお買い物するとハンガーがついてくるのでそれをそのまま使っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、やはりジャケットだとかコートのような肩周りがしっかりとしているようなものに関しては、このようなちゃんと厚みがあって幅のあるハンガーを使った方が断然洋服の持ちがいいのかなというふうに思っています。このマイネッティのハンガーというのは結構高級ブランドも使っているお店が多いんですね。ちょっといい値段のスーツを買ったりするとマイネッティのハンガーが最初からついてきたりするので、僕自身も昔から知っていたんですが、これはですねめちゃくちゃコストパフォーマンスが高いんですよね。見た目は木製のように見えるんですが、これ実はですね合成樹脂でできてるんですね。めちゃくちゃリアルにできてますし、質感としてもすごく高級感があるんですが、これは樹脂でできているので金額もですね1本あたりだいたい1000円前後なんですね。ですのですごくコスパがいいなというふうに思っています。これが木製の本格的なハンガーになると1本あたりですねやっぱり 4,5 千円ぐらいしてくるんですね。そうなると1本だけ頑張って持つことはできても、それで複数揃えるのはなかなか難しいかなと思っています。その点ですねマイネッティのハンガーであれば楽天で1本ずつの購入もできるんですが、5本だとか10本のセットがあるんですね。そちらを買ってもらうと送料が無料になるので割安かなというふうに思っています。クローゼットの中にこのマイネッティのハンガーが並んでると結構テンションが上がるんですね。統一感のある見た目を作ることもできますし、スーツですとかコートですとかジャケットを良い状態で保存することができるので、ぜひ皆さんにもですねこのマイネッティのハンガーは使っていただきたいなというふうに思っています。ちなみに今日ご紹介する商品に関しては全て説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらもぜひ見ていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目にご紹介したいのがこちらなんですね。なんだかわかりますでしょうか。これはですねホーンポットになりますね。まあこれはですね今年の夏に購入したんですが、夏場に関してはこちらに麦茶を入れて、その上にですねガンガンに氷を入れながらですねキンキンに冷えた麦茶をですね一日中楽しんでいたんですね。まあ最近だと今度はですねルイボスティーを僕はこの中に入れてちょこちょこですねこちらを楽しむようにしてるんですね。僕はですね奥さんの影響で結構ルイボスティーを飲むことが多いんですね。ノンカフェインで気軽に飲みやすいというのもありまして、こちらですねコストコで奥さんが大量にこういったものを買い込んでくるので、これをですねポットの中に入れて熱いお湯を注いで、あとはですねこれを一日中ちびちびとですね楽しむわけなんですね。
これはですね、意外といろんな季節に使いやすくて、皆さんにもですね、ぜひおすすめしたいポットだなというふうに思っています。もちろん水筒もいいんですけども、水筒に比べるとこちらの方が大容量なので、一日中持ってしまうんですよね。それがめちゃくちゃ便利なのと、見た目も結構気に入っていまして、このベージュとブラックのマットの質感がめちゃくちゃ気に入っていまして、物としてもですね、そこに置いてあって、結構テンションが上がりやすいかなというふうに思っています。まあ持ち手に関してはチーク材を使っているのかな。まあこういったちょっとレトロな感じなんかも気に入っていて、これはですね、僕が今年買ったものの中では結構ガンガンに使ったアイテムなのかなというふうに思っています。僕はですね、日常的にこれを使っているわけなんですが、もちろんですね、外遊びだとかアウトドアの機会なんかにもめちゃくちゃ活用するので、様々な場面で活躍機会が多いかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目なんですけども、これはちょっと意外性があるアイテムなのかなと思ってるんですが、こちらですね。はい、なんだかわかりますかね。ちょっと見ていただきたいんですけども、こういったものですね。何かというとですね、観葉植物ですね。こういった植物もですね、今年は楽天で購入することが多かったんですね。まあ、特にこういったエアプランツ系というのはそんなに大きさがないので、送料も高くかかりませんし、割と楽天でもたくさんの種類があるので、僕はこういったものをですね、今年3個ぐらい購入をしました。こちらに関しては実はいつも撮影の後ろに置いてあるんですね。この本の上に置いてあることが多いので、まあ、気づいている方もいらっしゃるかなと思います。そしてこちらのキセログラフィカというですね、エアプランツに関しては自宅に置くようにしてるんですね。こういった大きめのエアプランツがあることで、結構部屋の雰囲気がガラリと変わるので、僕は今年買ってこれはめちゃくちゃ良かったなというふうに思っています。まあ、管理方法も結構簡単なんですよね。僕はですね、だいたい週に 2,3 回ぐらいのペースで霧吹きをしてあげたり、ちょっと乾燥が強い日なんかはですね、ソーキングと言いまして、水を溜めた桶の中にジョボンとこちらをつけておくんですね。そしてしっかりと水を吸わせてあげるような形で管理をしてるんですが、ちょっとした手間をかけながらこういったものを育てるのは結構ですね、癒しになるので、個人的にもですね、すごく良い習慣ができたなというふうに思っています。今年はですね、結構家にいる時間も増えてしまったので、部屋の中に少しずつグリーンというものを増やしていったんですが、なかなかこのような洒落た植物というのは近所には売ってないので、そういう時にこそ楽天での買い物が結構生きてくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目は服なんですけども、僕はですね、様々な通販サイトを使うんですね。まあ、例えば様々なセレクトショップの自社の通販サイトも使いますし、あとはファッション系で言ったら断然ですね、ZOZO が強いかなと思います。ですので僕は結構長らくですね、 ZOZO を愛用していたんですが、最近僕自身がよく使っているのが楽天ファッションというサイトなんですね。まあ、楽天のサイトの中でもアパレルに特化した独自のサイトがあるわけなんですけども、機能だとか見た目に関しては結構 ZOZO に近いかなというふうに思っています。まあ、日本国内のですね、様々なブランドが楽天ファッションの中には参加をしてるんですね。僕がこの動画の中でよく解説をしているセレクトショップだとか、あとはグローバルワークなんかもこの楽天ファッションの中にお店があるんですけども、大体僕がよく使うようなブランドは楽天ファッションに入っているので、この中で買い物することが最近はめちゃくちゃ増えましたね。確かにですね、 ZOZO と楽天ファッションの商品量だとか出店している店舗の数を比べてみると、まだまだ断然 ZOZO の方が強いんですよね。ただ楽天ファッションには最大の魅力がありまして、これがですね、とにかくポイントが貯まりやすいんですよね。特に楽天カードを使っている方だとか、楽天モバイルを使っている方なんかはですね、ものすごくですね、ポイントの恩恵を受けやすいので、同じような商品を買うのであれば楽天ファッションはなかなか使い勝手がいいのかなというふうに思っています。楽天ポイントとキャンペーンのポイントなんかを合わせると、かなりですね、 ZOZO との差がつきやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。そんな楽天ファッションの中で今年買って良かったものなんですが、それがですね、最近動画の中に出てくる機会もちょっとずつ増えてきましたが、こちらですね、アステリクスというブランドのアトム AR フーディーというモデルになります。こちらはですね、見ていただくと分かる通り、ちょっと派手めのですね、アステリクスのロゴが腕についてるんですけども、この色がですね、通常であればもうちょっとイエローがかってるんですが、今回買ったものはビームス別注バージョンになるので、ビームスカラーのオレンジになってるんですね。で、ロゴの位置もですね、基本的には胸に1箇所あって、通常バージョンは白なんですけども、
こちらがブラックになっていて完全に本体に溶け込んでいるんですが、その代わり腕のロゴがちょっと大きくなっているというのがこちらのモデルの特徴かなというふうに思っています。これはですね、今ではなかなか手に入りづらいアイテムかなというふうに思っています。僕が購入したのはおそらくですね9月ぐらいだったと思うんですね。まだまだこういったアウター類を着るには早い時期に予約販売をしていたんですね。おそらくですねめちゃくちゃ人気が出そうだなと思ったので、僕は実物を見ずにですねこちらを購入したんですが、実際に届いてみるとすごくですね満足度の高い仕上がりでしたね。もともとですね今年はアークテリクスのアトム AR フーディは買おうと思っていたんですね。だいたい10月から11月ぐらいに買おうかなと思っていたんですが、そんなことを思いつつたまたまこちらに出会ったので僕は購入したんですが、なかなかですねこういった特別感っていうのも男心をくすぐるので満足度が高いのかなというふうに思っています。男性ってやっぱり別注だとかそこのお店限定みたいな響きに弱いですよね。僕自身もそういう部分があって、ビームスの別注バージョンのこちらはですねなかなか気分が上がるので今時期はですねガンガンに活用しています。これ以外にもですね結構今年は楽天ファッションで買い物をしたんですが、かなりですねポイントも貯まりやすいので、ぜひ皆さんもセレクトショップで買い物する際は楽天ファッションというところもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですねちょっと実物がなくて大変申し訳ないんですが、こちらの写真を見ていただきたいなと思います。僕が今年買ってめちゃくちゃ気に入っているのがバルミューダというですね家電ブランドがあるんですが、こちらのトースターですね、これがですね今年買った中ではもうベストバイに近いんじゃないかなというぐらいめちゃくちゃ気に入って使ってるんですね。正確に言うと買ったのは去年なんですが、届いたのが今年の1月の8日なので一応今年買ったものに含めたいなと思うんですが、これはですねもしパン好きの方であればマストなアイテムなのかなというふうに思っています。僕自身もですね結構パンが好きで、いろんな街に行ってはパンを買ったりしてくるわけなんですけども、パンというのはもちろん出来たての状態が一番美味しいわけですね。表面のカリカリ感だとかまだ温かい状態で食べるのが最高なわけなんですが、やっぱりお店で買ってきて自宅に持って帰ってくると出来たての感覚からはちょっとずれてしまうかなと思うんですね。そんな時にこのバルミューダのトースターで焼くと、もうですね出来たてのような質感が蘇るんですね。これがですね結構持ったように伝わるかもしれないんですが、あながち嘘じゃないので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。このバルミューダのトースターなんですが、特徴的なのは吸水をする口がありまして、そこにですねちょろっと水を注ぐわけですね。そうすると中にスチームが充満して表面がカリカリに仕上がるわけですね。これがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さんにもですねお試しいただきたいなと思うんですけども、もちろんパンだけではなくてお餅を焼いても美味しいですし、あとは買ってきたコロッケだとか天ぷらとかを入れても同じくカリカリの状態になるので、めちゃくちゃこれが重宝してるんですね。ちょっと難点なのはサイズ感が大きいのと値段が高いところなんですが、こういったトースターというのは毎日使うものですし、結構一度買ったら長らく使うものなので、使うたびにですねかなり満足度が高いので、ぜひ皆さんにもですねこの感動を味わっていただきたいなというふうに思っています。このトースターを買ってから結構ですね外でパンを買って帰ってくる機会も増えましたし、毎朝のパンを食べるのがですねめちゃくちゃ楽しみになったんですね。物自体はさすがに安くないんですが、このような小さな幸せが毎日積み重ねると、これは結構バカにはできないかなと思うので、ぜひ皆さんにもですねおすすめしたい楽天で買える家電なのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2020年僕が楽天で買ったアイテムの中から特に気に入っている5点をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。様々なものがありましたよね。ハンガーのようなファッション雑貨から植物だとか家電まで様々なものを買ってきたんですが、本当に楽天には様々なジャンルのアイテムが揃っていて、そこで買い物するだけでザクザクとポイントが溜まっていくので、なかなかやめられない僕の中の趣味の一つかなというふうに思っています。特に今年に関してはなかなかですね買い物に出づらい環境だったので、楽天での買い物が僕の中ではめちゃくちゃ活躍してくれました。これからもですねもう少しこの期間が長引きそうなので、ぜひ皆さんには今回の動画を参考にしながら楽天での買い物をお楽しみいただければなというふうに思っています。そして来年もですね僕はいろんなものを楽天で購入しながら、年末にですね皆さんとこのように買ったものだとか満足しているものをですねシェアをできればなというふうに思っています。もっと中級者的なファッションアイテムですとかコーディネートについて知りたい方は、僕が運営してます YouTube のメンバーシップというものがありますので、そちらの方もぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。それではまた次回の動画もお楽しみに。